疲れっす。お疲れっす。どうです。なんでしょうか。がっつり昼間にビール飲んでますね。あ、昼じゃねえ、夜だよ。夜ですか。夜だ。日曜ならいいでしょ、今日は。今日ちょっと早く現場が終わったんで、たまにはちょっと事務所の近くでいっぱい飲んで喋って動画にしようかってことで、はい、今日は何、けんちゃんの飛び職何十年、30年やってきて、言ってください。僕らが飛びって言ったらバカにされるんでいつも。そう飛びと足場屋、足場屋さん、あ、その問題って結構あるよね。あ、そういう、そういう動画あったら他の会社も前撮ってもらでも知らない人はさ、うん、一緒だか外から見たら、うん、一般の人からしたらね、みんなさ格好が変わってきてさ、うん、こんなドボンした履いてんのが、うん、もう昔の飛びみたいな感じだけど、うん、今はさ平ズボン履いてさ、うん、あんまいないじゃん、うん、なんかプライドある人もいるけど、うん、下手だとか、うん、ニッカ履いてる、いただきます、いただきます。うわ、ビールもらってもらっていいですか。はい、あ、いい、こちらでいい、いいですか、お二郎世代で、すいません、お願いします。こちら、しおりをご覧ください。けんちゃん、いかんだろう、もういっぱい行ったら。もう最後だよ、偉いだけですよ、昔に浴びて。あ、誰かも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 、いや、パワー出るかもしれないよ。まあ、でも、つぶろんじゃないかな。まあ、たまにはいいね、でも、こうやってね、ビールね、昼間飲んで、お酒飲んで。どう思うの、その、足場屋さんって言われるのが嫌なのか、トビさんって言われたいのか、なぁ、どう、いや、僕トビさんにどうでもいいですよ。コメントは今でもある、ありますよ、時々。ん、時々なんか言ってくる人お前ら足早だろって言うと、でもちょこっと来たりすると、DM で言ったらいいんだって、なんかお前やってみろやまあそうだよね、自分の得意なとこだったら誰でも何でも言えるから、うんうん、全部やってから言えって、うん、でも最近やっててよっぽど飛びって言われたんだよね、はい、職人じゃなくて、うん、飛び職っていうのに憧れっていうのがあるのかな。飛び職っていうのじゃなくて、あの格好に憧れるんじゃないの、みんな。あ、そういうこと、うん、最初はそうとね、下手が憧れだったのね、でしょう、うん、あ、なるほどね、どこまで行ってもでも作業着じゃん、うん、下手用がさ、シーブ履こうが、ピラズボン履こうが、うん、今ほんと逆に増えてきとんのかも、あの半ズボンにうん、しかスパッツじゃなくて、あっちが多いですね、どこでも。あれ多いんだ。あれ多分10年ぐらい前にさ、うん、ポロシャツにこういう薄いやつ着て、うん、はなんかそれだいいじゃん、うん、これが良かったらさ、半ズボン履いて下スパッツみたいなの履いてきたらダメって言ったんだわ、うん、だからケンちゃんそれはダメだわって言われて、なんか昔言われたよね、そのね、で今はいいもんね、もう今ゼロコンでも OK ですよ、うん、あ、OK なんだ、熱中症とかでね、なるほど、スパッツだけ履いて、うん、まあ、肌直接変わらんやん出てないだけや、うん、怪我しんようにって思うんだよな、元々長袖っていうのは。スパッツだったら意味ないでしょ。意味ないですね、意味ないって。マジでだって空調服着てなきゃ入れないじゃない子もあるし、そう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 、うん、なんかテラミスも買ってましたよ、だって入れんからって。そう、あの現場行ったらみんな口を聞くと、朝礼がある際はずっとファンの音で、あ、そういうこと、全員、全員失礼します、飲みの靴もデザートもたい焼きを持ってよろしいですか、はい、お待ちください。動画になっちゃったな、お前たい焼き食っと思う、お前カットします、は足りないだろ、お前そこだけ持たれてるでしょ何歳の職人やってますか。俺は20。あ、そうなの、うん、結構、それくらいだと俺ちゃんとしたところに勤めてるからね、絶対嘘でしょ、今なんか言ってたらいいね、うん、どこで勤めてる、トヨペット、トヨペット、うん、そう、すごいじゃん、英語ね、英語修理で、あ、本当、うん、もうすぐやめた、3年ぐらいだよ。バーベキューやりたいな、もちもち、昨日やりましたね、誰とテラスとかと、あ、もしサラリーマンになるとさ、先輩の言うことは絶対な時代なわけよ、うんうん、ね、まあ、うるさいだろうしね、うん、ね、時代で、うん、でもなんかそういうのが嫌です、すごい、うん、もうやめますみたいな、もう名ばかりじゃ、うん、やめますみたいな、うん、いっぱい止めに来てくれたんだけど、うん、その時のお達所嬢さんとか、
課長さんとか、うん、もうあと1週間おったらボーナス出るでって、うん、もういいもうやめるって言ったらで1週間後に辞めたらさ、うん、こいつボーナスだけもらいに来たかと思われるのが絶対嫌で、うん、もういいですいいです行きません行きません絶対辞めます残るわ辞めますって辞めてでフラーって遊ぼうったらうちの父ちゃんがお前もういつまで遊んでんだってあ、すいませんもう遊んだんだいやそんなずっと遊んでないよ、うん、多分1週間か2週間ぐらい経ったら、うん、お前何やんのこの後、うん、もう休むだったらもう仕事行ってないんだったらもう来いってこうやって言われて、うんうん足場連れてから足場足場だったかな、うん、だから おじいちゃんの代からさ、うん、飛び職だでさあそうなんだでおじいちゃんはもう若いやついっぱいおって、うん、ドバっていうか宿舎もあってあ結構大きいやつだな、うん、高校生の時かもうやりだしたすぐぐらいの時か、うん、忘れたけどうちの父ちゃんが上におったんだ一番、うん、屋根の胸の、うん、単価足場をこのったんだわ、うん、で上から直行時代のクランプ持ってこいって言われたのね、うん、で一番下におるじゃんでまだ立ってないからさエレベーターなんか使わんえんじゃん、うん、でクランプを20個入りのクランプを2個持ってこうガッて上がってたのはでバッてやってうちのおさんがこう袋開けるじゃんバーッて投げられて、うん、これなんもちゃうわいってその頃さ今でこそさ、同型じゃん、同型っていうかあーあったあったイケとさイケとあった単管と枠をつなぐやつはちっちゃいのと大きいのあーあれねうんで、その頃そうかその頃は単管と単管は大きい大きい、うん、ブルドックみたいな、うん、言うんだけどがあってさ、俺たまたまイケを持ってったんだろうなイケってどのやつだか、丸が大きさが違うんだったっけ単管と枠をつかむサポートみたいな普通の枠を掴むのにちっちゃいのああそうだそうだ、うん、そうだそうだで単管と、ね、単管と単管をつなぐもんで自在だで使えんじゃん単管だではまらんもんだよああそうだそうだって投げられてああたったあったあの足場の枠は細いんだよね、ま、そうそうそうでまた11階からこう階段でこう持って降りてきてうわきついねでまた2個持って、うん、上がってバーッてもう俺はお父さんだよさイライラするじゃん、うん、そうそうちゃんと説明しろみたいな、うん、でも向こうは仕事だもんでうわってなって、うん、でいろんなことやった若い頃そりゃそうだよねでおじいちゃんの頃は、うん、その半端だりさいっぱいどこ育ちがおるじゃんああそういうとこなんだそうそうそうおじいちゃんの頃はどこさんもおるしトビさんもいっぱいおる、うん、だって極端な話正月とか行ったらさ、うん子供だよ、ちっちゃい頃に、うん、みんなこうやって麻雀やっとんだわ、うん、で、みんなストーブ炊いてさ、うん、みんな裸でやっとんだわ、うん、みんな絵描いたんだわちっちゃい頃ね、うん、みんながそうじゃん、うん、うちの父ちゃんも絵描いてあるし、うん、まあ、お母さんは描いてないよ、うん、お母さんは描いてないけども男の人はみんな絵が描いてあるんだと思うけどあそういうことね、うん、ちっちゃい頃から言って、まあ、それが当たり前みたいな感じで育ってるんだよねそりゃそうさ、そうそうよね、でも、柄が違うじゃん、みんな、うん、ちっちゃい頃に、うんいやと思いながら、うん、でも普通にちょっと大きくなってって、うん、友達のお父さんとかさ、うん、遊びに連れてもらってさ、うん、普通だがそりゃそうだよねそりゃそうだよねほんで帰って聞くと、うん、父ちゃんがもうお前がちっちゃい時に書いたんだわって言って、うん、もうこれ取れんくなっちゃったわって言って、うん、ごまかされるしあそういうことなんでお父さん絵に何が来たの？いや何書いてあるのみたいな、うん、って言うとあのさ言わへんわね、うんへえ昔多かったもんね、入れ墨入ってる人って今のが少ないでしょ、絶対そう今のがめちゃくちゃ多いですよ今のが多いんじゃない、逆とかそう今めちゃくちゃ多いですよ普通の人でも入っとるもんね、はい、普通の人って言う方がダメ結構入ってなかったもん、昔入っとったね今の職人めちゃくちゃ入ってますよそれなんかそういう、こういうちょっとワンポイントみたいな人じゃないいや、もうガッツリやってます結構おるんだ。いますよ。俺今いないイメージがあるけど。めちゃくちゃいますよ。なんか逆に言えば僕が10代ぐらいの時は全然いなかったです。海とか行っても全然いないですけど、今海行ったらすごいですよ。めちゃくちゃ入ってますよみんな。まあじゃあ入ってるやつがもうみんな見せびらかしてきとんだろ。偉そうにこうやってな。いますね。こうやってそうでしょ。絶対道譲ったらんけどね。ドーンってぶつかってくるよね、これ。そういう海におるんだ、そういうやつが。おるおる。だって俺らが若い頃でも。昔からおるよね、でもそうだね。うん、横一列に並んで、ブワーってくるもんね。うん
それが偉いんかいって、あまあまあそういう気になるわね、なるね。でも今女の子も多いし、まあ、ブームみたいな感じだけど女の子も入ってますね。コロナの影響かな。どこからやることないで炭でもつこうかな。逆に、ま、お金も残るし、うんうん、洋彫りだったらそんななんか可愛いじゃん女の子とかもさ。ほんなら俺和彫りでキティちゃん入れたのかな。和風和風なキティちゃんが出てくるの。はい、じゃあ、まあ、結局ケンちゃんはヒゲ剃ってないってことだな。またそこに行くってことね。ケンちゃんはヒゲ剃る剃るって言って鼻毛剃れてます。鼻毛ボーたまたまね、平日ちょっと早く終わったんでちょっといっぱい飲んで終わりましょうかということで撮らせていただきました。酒飲んでるの大丈夫かも。余計次は YouTube やりすぎねえ。あなたがグダグダだよね。いや俺結構あげたでしょ。あげとったよな。俺に頼りすぎっすよ。いやいや、おい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 、俺に頼りすぎっすよみんな。あなたが一番ね。俺が一番。俺に頼りすぎ。ここを負けで使って。ここを負けで。俺に頼りすぎっすよ。いや、なんかみんな上手に振ってくれて、段取りしてくれると思っとるんですよ。コミュ力ね。まあそうそう、みんな使えるんだよ。コミュ力ね。